はい、さーい、チャンプルーです。皆さん、チャガジューしてますかっていうやつなんですけど。ですね、今、まあ、フロリダ州、マイアミっていうところから2時間半ぐらいですかね。まあ、マイアミっていうのが、この東海岸のここら辺なんですけど、で、今いるところは、こう、反対側の、反対側のベニスっていうところにいますね。西海岸ですね。西海岸側のベニスっていうところに今いますけど、こちら辺がマイアミっていうところですね。ハロー。Beautiful. Oh, you can take a look. Did you do all of this? Yes, sir. Beautiful. Thank you. Don't worry, sir. I work for a living. The paper and all, you did all of this? Ah, no, it was already prepared one. I bought it and I fixed it, cut it. Okay. Yes, sir. Beautiful. Thank you. I like the door entryway into the cab. That's a nice idea. Makes it more, a little more homey. Right. And your sleeping room? Oh, yeah, this one is, you can take off like this. Oh, wow, look at that. Yeah, like this.Very nice. Thank you, sir. まあすいません、ちょっとギャラリーが来まして。まあね、まあこんな感じですね。外がですね、こんな感じで。ご年配の方々が結構多いですね。魚釣りをする人。で、自転車でハイクする人とかね、歩く人とか結構いろんな方々がいますね。で、ここに来てですね、このベニスに来て、ちょっと今すいません思ったことなんですけど、すいませんね、ちょっとコーヒーです、ちょっとまあ皆さんがね、生まれてまあ通っていく道だと思いますね。ご年配っていうことっていうのは、まあね、まあ若いっていうのは最高なんですけど、まだご年配はね、ご年配で最高なのかなとかって思いますね。まあまず経験が豊かですよね。まあ人生経験とかね、やっぱ豊かなんで、よくこうね、ご年配の方々っていうのは理解力とか包容力とかね、人間関係とか、いろんなこう細かなこと、心の動きのこととかね、いろいろこうアドバイスしてくれたりしますね。あとこうご年配の方っていうのは、こう時間がめちゃくちゃありますね。時間がね。で、ここのね、ベニスの人たちっていうのは、まあ男性も女性も釣りをする人たちがめっちゃじゃあ多いですね。で、それとまあ散歩してね、で、魚釣りをしながら、あるいはこう押しかけながらコーヒーを飲みながらね、おしゃべりを楽しんでますね。まあそういう風な感じですね。まあ時間がね、やっぱこういっぱいあるっていうことっていうのは素晴らしいことだと思いますね。で、あとですね、まあ自由な気がしますね。ご年配の方々はあっち行ったりこっち行ったり、自分がね、好きなところに行って、いろいろね、時間を、場所を選んだり、こうね、自由な時間をね、おしゃべりやらなんやら、まあおしゃべりが多分かなり大きいのかなとかって思うんですけど、ご年配同士で魚釣りしながら、まあ本当ね、楽しんでるなって感じがしてます。まあ若いっていうのも最高なんですけど、まあご年配はご年配でね、こうやっぱり超なんかいろんなね、人生の荒波っていうんですか、それをこう乗り越えてこられてる方々なんで、やっぱり
尊敬に値すると思いますしね。でまあいろいろなことをね尋ねてみるのも、尋ねてっていうかこう若い方々がね、あのご年配の方からいろんなことを教えてもらったり、まあ、経験話とかね、あの人間関係についてとか、まあ人間関係についてはほとんどの方がプロフェッショナルだと思いますね、ご年配の方は。まあそういうことをね、あのまたいろいろ教えてもらうっていうのもありかなとかって思いますね。まあ自分もね、この魚釣りの仕方、ここのあの魚釣りの仕方とかいろいろこうあの教えてもらったりしてますね。まあですからこう皆さんがね、こう皆さんがっていうか、もうすでにねご年配の方々もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ご年配の方々はねやっぱりこう体力を維持するためにね、ちょこっとした運動とかね、そういうのをするといつまでもね若々しくいれると思いますし、まあご年配の方っていうのはやっぱりこうね、本当人生経験豊富なんで、まあねそういう意味合いでもこうある意味でかっこいいっすよね。まあ本当ね、いろんな荒波をね、こう人生という荒波をこう乗り越えて生きてこられてるんで、いろんなことをね話しかけたりまた学んだりするのには、まあまあね、先生っていう字が先に生まれたっていうことを書きますからね。まあ今はね、あのコンピューターとかそういうことに関しては確かに若い人たちには絶対追いつきもしないんですけど、まあ人間関係とかね、人生についてとか、まあそういうことに関してね、あのご年配の方々にこう語りかけてみるのもいいんじゃないのかなとかって思いますね。まあご年配の方々はね、まあご年配の方々でやっぱり時間的なゆとりとか、まあ超自由だと思いますね。まあ経験も豊かなんでね、まあ若い人たちとねまたこう話していろいろなことを教えてあげるのもいいのかなとかって思いますね。まあご年配の人たちも、ね、超かっこいいなっていうやつですね。かっこいいかっこいいっていうやつだと思います。まあご年配もね、あのご年配っていうか、まあ、あの若い人たちからするとちょっと理解できないと思うんですけど、あのまあ自分もねここに来てかなり、ああなんかご年配の方々っていうのはちょっとなんか自由でこうなんか人生をまた新たに謳歌してるな、第二の人生みたいな謳歌してるなっていうのをこう感じますねここベニスからチャンプルーでした。アジェまたやーさい、ピュッ。